はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時30分になりますね。3月は11日の土曜日でございますが、まあ、この動画は明日上げるようにいたします。現代ビジネスの中のですね、現代新書カフェという現代新書のページはですね、緑なんですね、これね。そこに出た私の記事でございまして、私がですね、6年ぐらい前に書いたマンション格差という本がございまして、これなかなか売れたんですけども、その中から抜粋して最近いろいろですね、現代ビジネスに載せていただいているという状況でして、そのうちの一つです。そういや昔俺が書いたなという感じですね。修繕積立金を狙うマンション管理業界のヤバすぎる実態、大規模修繕になぜか5000万円の差が生じる衝撃的な理由ということで、今あなたが住んでいるマンション、これから住むかもしれないマンション、あ、これやめとこう、飛ばします。そもそもマンションとはっていう、なんて大げさなタイトルと言ってますけど、先にマンションのブランドは幻想であると指摘した。ここではやや逆説的なことを申し上げたい。それはマンションとは本来均質性の高い住居形態であるということだ。矛盾しているではないかと思われるかもしれないが、まず先を読みいただきたい。ここで遅ればしながらこの本におけるマンションを定義しておきたい。やや専門的になるが、マンションの建築工法には鉄筋コンクリート像の他に鉄骨鉄筋コンクリート像や鉄骨像などもあるが、ここではそういうものも含めて、いただいて結構だ。ただし、基本的には本書では分譲マンションタイプのマンションについて語っている。賃貸も話題の中に出てくるが、特に指定しない限り分譲タイプについてである。そもそもマンションを作る目的は何なのか。それは限られた土地により多くの人が住める住宅を作るためであると私は考えている。日本のマンションの原型は1923年の関東大震災の義援金で東京と横浜に作られた同潤会アパートにあった。ただ同潤会アパートは賃貸だったが、第二次大戦後入居者に払い下げられて区分所有形態となった。つまり今の分譲マンションと同じ権利形態だ。廃線によって日本の都市はどこも焼け野原にあった。住宅が何百万戸も不足すると、政府は1955年今の UR の原型である日本住宅公団を作って公的な住宅の供給に乗り出した。そこで考案されたのが鉄筋コンクリート造の集合住宅なのであると。民間の分譲マンション第1号は日本審判が分譲した四谷コープラス、1956年竣工。1962年に区分所有法が制定されると、今の区分所有形態がほぼ固まり、公団公社と民間が競うように分譲マンションを開発分譲したと。ちなみに四谷コープラスは2019年に建て替えられましたね。当初は土地に限りがある都心エリアが中心だったところが、増え続ける住宅需要を吸収するため、分譲マンションの低供給エリアは次第に郊外へと広がっていった。大阪の千里ニュータウンにおける最初の入居は1962年で、1970年代には多摩ニュータウンへの入居が本格化。マンションはいつしか大都市へのニューカマー、過去新参者にとって、なんとか買える、なんとかキャンバイですね主要な住居形態となったと。まあまあ、ちょっとこの辺を飛ばしましょう。でこの後にですね、長谷工がマンションのユニクロであるというところがあってですね、これ私あんまり長谷工と褒めたつもりはなかったんですけどね、これを読んだ長谷工の人がね、大喜びしました。これはぜひみんなに広めなあかんというですね、僕の方何十冊も買ってですね、周りに配ってくれはったんですよいや、あの時びっくりした、ありがとうございます言っときましたけどね、前章でマンションのブランドは幻想に過ぎないと主張した。しかし、長谷工的にマンションを生産すれば、グッチやシャネルのような均質的に高水準な製品とは言えないものの、ユニクロ的な品質への期待を抱くことは可能だ。
グッチやシャネルの製品なら購入してから20年の時を経てもそれなりの輝きを失っていないはずだ。これに対してユニクロ製品のデザイン面においては20年の対応性はないだろうと私は捉えていると、まあ、こういうふうに書いてるんですけどね。前は次行きましょう。うん、こんなん書いてんなあ、ほんまにな。飛ばします、飛ばします、うん、これしかしえらい要塞引用してるやん、ほんまに。これでもこうおかげでね、あれなんですよ、アマゾンの順位上がってるんですよ。今マンション部門で僕のこの本1位ですよ。分譲マンションの場合、区分所有者全員で管理組合が組成される。これは区分所有法という法律で定められていることで、理論的には全ての分譲マンションには管理組合が存在する。そして鉄筋コンクリート等のマンションといえども建物のメンテナンスは必要だ。特に十数年に一度の割合で大規模修繕工事を行うことが普通になっている。これは法律で定められた義務ではない。ただ、国土交通省の出した指針にはそうあると。まあ、12年に1回というふうに言われてますね。私は全てのマンションに大規模修繕工事が必要だとは思わない。なぜならいくら均質化が進んで一見同じように見えるマンションであっても、関わった職人が異なれば、マンションによって施工の精度は異なるはずだ。各同じマンションであっても住戸が違えば異なるだろうと。そもそも全てのマンションの外壁に貼られたタイルが新築から十数年で一斉に剥落し始めるはずがない。かっこむしろたった十数年で外壁にタイルが剥落するのならそれは立派な手抜き工事だと思っていると。確かに給排水管などは一定期間が過ぎると老朽化する。ただしこれも使用頻度によるだろう。よく使われる家族向けマンションであれば、もあれば、そうでもない単身者向けマンションもある。すべてのマンションが13年で一応に給排水管を取り替えなければならない、なおということはないはずだ。とはいえ、この国の大半の分譲マンションは国土交通省の指針に従って、過去実際は施工受注を企む管理会社の勧めに従って、大規模修繕工事を行っているのが現状だ、ということですね。うん。この以下ですね、この大規模修繕の仕組みなんていうのをですね、書いているんですけど、まあこの辺を飛ばします。1ページ目を貼っておきますんでね、読んで、ご興味ある方は読んでみてください。これしかし、前からのその、なんていうか、全体の半分ぐらい出してしまうんじゃないかという感じですね。なんか好評なんですよ。最初2回で終わるかと思ったら、この前また出てて、今度まだこんだけ出てるでしょ。どんだけ出すにゃん、君らって。新書全部出てしまうんじゃないかみたいなですね。そんな気がしますね。昔、こう、幻冬舎がですね、同じようなやり方をやってましたね。要は、僕の書いた新書の部分部分を出しますから、出させてください、とか言って。で、嫌やったんですけどね、あれをやるとですね、売れるんですよね。だから、まあ、しゃあなしにですね、今までやってきたようなところはありますけどね。まあ、あんまり、どう言いますかね、気持ちのいいもんではないんですけど、まあ、読んでくれる人は圧倒的に多くなりますからね、ネットで、ある程度部分的に公開すると、その部分については。実際本も売れますしね、このネットに出てる記事はですね、そのうち消えますけど、もう本で持っていただくとずっと残りますからね、その本さえ売らなければ。ブックオフに行くとですね、新書の110円のコーナー、必ず行って何冊か買うんですけど、私の本何冊もあって、ちょっと腹立つやらですね、俺の本は110円かと思って、ちょっと腹立って見ないようにしてるんですけどね。ただ、あそこに並ぶということは、それなりの数が出たということなんですよ。重版かからないような新書は、110円のコーナーには並びませんからね。重版が何回かかかって、やっとそこに並ぶという状態。あるいは大手でないとは、初版をいっぱいすりませんからね。まあ、そういったところもあるんですけど、前は。このですね、現代ビジネスのですね、1ページ目を貼っておきます。随分長いです。今私一生懸命読んだんですけど、3割も読めてないんちゃうかなという気がします。
なんかこんな、なんか私自分の書いたも忘れる人間なんですけど、まあまあまあ一生懸命書いたねんという記憶は残ってますけどね、ああこんなこと書いたなと思って、今まで13冊出してるんですね。まあそのうち翻訳とかですね、このバージョンアップとかあるんで、実質12冊、11冊ぐらいですか、ですね、そんな中の一つでございます。一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。